で、次にですね、今度は無理数を連分数で近似するという計算を紹介します。と、まあ、ちょっと計算の手順はですね、その今のユークリッド互助法とは異なるんですけれども、そのやり方は大体今のですね、有理数の連分数展開に類似したやり方で求めることができます。ここではその例の 4.92 ですね、テキストの例題を引用しておりますので、まあ、そちらも参照しながら見てください。で、今はですね、まあ、あのアルファという実数が与えられたときに、このアルファを連分数で近似することを考えます。で、で最初にやることは、まあ、アルファ、与えられたアルファをアルファ1と置くんですけれども、そのアルファ1をですね、この、整数部、これ以前出てきましたけれども、このアルファ1の整数部をこう、整数部か、フロアですね、この整数部をこういった形で表しまして、で、アルファ i プラス1というのを、この小数部ですね、アルファ i の小数部の逆数という形でこう表します。で、まあ、こういうことで、その無理数の連分数近似ができるっていうんですけれども、まあ、じゃあ実際にその例題を通してですね、どういうふうに計算するか見ていきましょう。ここでは例の 4.92 ではこのルート3を連分数で近似しています。まずルート3が与えられたとしましょう。で、ルート3は近似値を思い出しますと、まあ、1.73なんちゃらかんちゃらですから、まあ、1以上2未満の数なわけですね。そうすると、ルート3は、整数部1と、それから小数部、ルート3マイナス1という形に分けることができます。で、ここからは、整数部1はそのまま置いておきまして、その小数部のルート3マイナス1を変形させながら、その連分数を計算していきます。で、まずやることは、このルート3マイナス1が1より小さい数ですので、まずその逆数を取った形で分子が1の有理式になるような形で表します。そうしますと、まあここはですね、単純に逆数を取るだけで結構ですので、分子が1で分母がルート3マイナス1分の1という形で表すことができます。で、次にこの分母のルート3マイナス1分の1という部分に着目します。と、先ほどルート3マイナス1が1より小さかったですので、その逆数は1以上になるわけですね。で、そこで、その次の計算は何やってるかっていうと、分子の有理化をします。皆さん、分母の有理化をします。分母の有理化ですね。このルート3マイナス1分の1の分母を有理化していきますと、まあ、この場合は、分母と分子にルート3プラス1をかければいいですから、そうするとこれこんなふうにその2分のルート3プラス1という形で、まあ、表すことはできるわけですね。で、そしたら次に、2分の、ルート3プラス1か、ごめんなさい、まず、ごめんなさい、ちょっと戻りますと、まず一番上では整数部分と小数部分に分離すると。で、次に分子を1にすると。で、ここで分母を有理化します。で、分母を有理化しますと、今度このですね、この2分のルート3プラス1っていうのが、整数の部分と1未満の部分に分けることができますけれども、この2分のルート3プラス1は、一応、まあ、別な近似値計算することで、まあ、1より1以上2未満の数って分かりますから、整数部が1、それから、まあ、小数部がですね、2分のルート3プラス1、マイナス1という形で表します。で、次にこの部分が、まあ、ちょっと、まあ、やや厄介複雑ですので、これを、まあ、うまくですね、式変形することで、こちらに、一番下の行にありますように、1プラス2分のルート3マイナス1という形になります。で、この2分のルート3マイナス1の部分をまた先ほどと同じようにその分子が1になるような分数で逆数の形をですね、こういう形で表します。
同じですね。分子を1にすると。ここまでいいでしょうか。で、さらに計算を続けるんですけれども、ルート3マイナス1分の2ですね。今度はこれを変形していくんですが、これも先ほどと同じようにやはり分母を有理化します。この場合はルート3プラス1を分母と分子にかけることで、2分の2かけるルート3マイナスプラス1という形の式になるんですが、よく見ますと分母と分子に共に整数2っていう因子が現れていますから、まあ、うまく約分するとですね、これここにありますように、2プラスルート3マイナス1という形になって、でちょうどうまい具合にこの整数部分と小数部分にまた分けることができます。でさらにここでですね、このルート3マイナス1の部分を分子が1になるような形で逆数を取ってですね表します。でそうすると実はここでですね、その最初に出てきましたルート3マイナス1分の1が出てきましたので、そうすると以後の計算はですね、先ほどのステップがこう循環することになるわけですね。そうすると実はこの連分数でこのルート3を近似する際に循環節が現れることになります。で今までの結果からこのルート3をですね連分数で表記していきますと、まあ最初の91ですか、整数部が1で、あと12121212というふうにその qi の部分が循環することになりますので、以下ではそのまあ小数表記のその循環節の表現を有用しまして、この連分数近似における循環節をこのような形で書きます。すなわち循環節を上棒でこうくって表すという形で、このルート3を連分数で近似しますと1とあと12の循環節という形で表すことができます。ここまでいいでしょうか。そこで一応ですね、この実数特にその無理数アルファをその循環連分数で表せるための条件というのは一応ありまして、その必要十分条件というのがこういった形になっています。アルファ、m と n と q が整数のときに、アルファが q 分の m プラスマイナスルート n という形で表せる場合、またそのときに限って、このアルファを循環連分数で表せるということが知られておりまして、でこのような形のアルファを二次無理数と呼びます。で一応、この形から見てもらって分かるように、この二次無理数というのは、整形数の二次方程式の根になっています。ここまでいいでしょうか。はい、というわけで、今回はその拡張ユークリッド5助法の性質について、そのまた新しい性質をいくつか紹介しました。でそれからあと、このユークリッド5助法の応用としまして、まあ有理数の連分数展開の計算を紹介しました。でまたこの有理数の連分数展開の計算と関連する計算としまして、今回はその無理数の連分数近似の計算についても紹介いたしました。で次回は拡張ユークリッド5助法の応用として、これは次回はちょっと比較的規模の大きい問題になるんですけれども、中国常用定理もしくは中国常用三法ということについて説明していきたいと思います。ここまで何か質問などございますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。